皆さんこんにちは。アムールチャンネルです。アムールチャンネルは宇宙から地球に移住してきた皆様の3次元の世界がより良くなるようにということで、各界のレジェンドをお迎えしてお送りしております。今日はうちの会社が大変お世話になっております、石の職人さんシリーズ第2弾ということで、新潟からお越しいただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。すごいんですよねすごいんですよ。何から説明しようかしら。実はこの放送の少し前に、はい、水晶の専門の職人さんに登場してもらってるんですけど、新潟からはですね、色がついてる、これなんていうの、水晶ではない石。はい、そうですね。これは一応水晶なんですけど。あ、これ水晶なの。はい、水晶の中にルチルというのが入ってる。あ、ルチル水晶って言いますね。はい、はい、真っ白ではなくってこういうのとか、あとは枕目編み、あとこういうネックレスのペンダントトップとかを仕入れさせていただいてるんですけれども、何しろずいぶん風変わりな人生を歩んでこられてもともとですね、こういった職人さんになる前はなんと医療機器メーカーにお勤めのサラリーマン。はい、そうです、サラリーマン。それもインタビューするんで、今日は私たちも初めて知ったんですけど、うん、もうなんかほら風貌からして、うん、なんか石の職人さんって感じがするから、実はねご縁いただいたのも、はい、たまたまうちの番組を見て飛び込みでお店に来てくださったんですよね。で、石をダーッと並べて見せていただいたら、とっても素晴らしいのと、ちょっと私もつけてるんですけど、これね、うちのショップに出るとすぐ売り切れちゃうんですけど、ありがとうございます。枕目編みで、インドのスピティ水晶。そうですね、これはスピティっていう場所で採れた水晶で、スピティっていう場所で採れた、はい、水晶なんですけど、結構新しい産地で、うん、ちょっと珍しい、あんまり聞いたことないと思うんですけども。ないですよね。そうですね。それぞれなんか変わった石がたくさんあるなと思って、お世話になるようになったらあっという間に売れちゃうんですよね。で、なぜかというと、多分石の種類が変わっているのと、なんと宝石に近い石が多いですね。美しい。 ありがとうございます。美しい、本当に輝きが美しくって、例えばこれなんかちょっと売りに出せるかどうかちょっと今のところ不明なんですけど、インド、ヒマラヤ。はい、そうですね、ヒマラヤ。ヒマラヤ、ヒマラヤの、ヒマラヤで、はい、マニカランっていうところで取れた。昔は結構ルチル高地いっぱい取れたんですけど、うん、最近はあんまり取れなくて、うん、はい、もうなんか貴重な一点なんですって。で、石に詳しくない人が見ると、このルチルクォーツっていうのはこの針がいっぱいね、こうやって入ってるものですよね、はい、で、針以外にこのなんかグリーンの苔みたいなのが入ってるから、知らない人が見るとこれが邪魔なような気がするんですけど、実はこれがいいんでしょ。そうですね、これも緑でクローライトって言って、クローライト、はい、そうですね、日本語だと緑でって言うんですけど、緑で、はい、緑の泥って書いて、あ、泥、はい、まさに緑の泥だ。こういうやつ、こういうやつね。はい、そうですね。で、これが入ってるとヒマラヤの一つのこういう特徴でもあるというか目安になると、はい。で、これはもうだからめったにもう取れなくなっちゃった。そしてルチルクォーツはあんまり今取れてないみたいですね。うん、貴重な品の数々をですね、どうやって入手してくるのかっていうのを聞きたいかなと思いますけどそもそも医療器具にお商売を30歳ぐらいまでされて、はい、でその後ね、ちょっといろんな世の中の、そうですね、旅に疑問に気づきその時はロン毛じゃないんですか。そうですね、ずっと短かったんですけど刈り上げが、それでスーツ着て、やっぱりそうです、スーツ着て全然そうですかな、なんか私が会った時もこういう感じだったか、いかにもなんかね、インドにいそうだなって感じだったけど初めて、最近の場所初めて、はい、それまではもうずっと刈り上げとか坊主とかばっかりだったんですけど、で、ご自身でインドとか中国に渡って、はい、そうですね、石を買い付けて、はい、半分趣味みたいなもんなんですけど。ああ、だってね、こんだけのこれも可愛いでしょ。これこういうのってちょっとさ、やっぱ日本ではあんまりこういうデザインってないですよね。ないですね。ね、で、あとインドでじゃあこういう石を選んで、はい、そうです。で、こういうこのように、そうですね、シルバーに加工したり、インドで、そうですね、加工してもらって、そうですね。私実はなんかインドのその加工事情ちょっと
前に番組に出てもらった方の関係で知ってるんですけど、はい、結構なんか時間にねルーズだったり、かなりルーズですね。かなりルーズ。すっごい日本人からしたらちょっとありえないぐらい待たされるっていうふうに。そうですね、ひどいですね。1週間って言ったのが3週間かかったり。あ、マジ？はい。あ、石を預けて、シルバーにしてくださいって頼んで、じゃあ1週間で仕上げるよって言ってから、まあ出て仕上がる。じゃあそれを気長に待って。そうですね、気長に待って。じゃあまずこういう石を、石のなんかこう仕入れる場所みたいなのがあるんですか？そうですね。市場みたいな。そうですね。あ、ところで仕入れて、加工所に持ってって。そうですね。で、気長にこれが仕上がるのを待って、そうです。はい。それで日本に持ってくると。そうです。本当に大変な、うん。大変な好きじゃないとできないですよね。はい、そうですね。でこれたアメトリンっていう石なんですけど、すごく美しいじゃないですか。ありがとうございます。これも見て、これスターローズクォーツ。普通のローズクォーツではないんですか？ローズクォーツって実は微細なルチルが入ってる。それがピンクに見えるんですけど。あ、そうなの？そうなんですよ。全然知らなかった。ピンクの石かと思ってた。あ、そうなんですね。そうなんですよ。で細かいこう線が入ってて。ま、見えないんですけど、それがピンクに見える原因なんですけど。じゃあピンクの石じゃないの？そうなんですよ。知らなかった。それでそれはライトを当てると6個の線が入るように。だいぶマニアックですよね。そうですかね。なんかルビーとかもそうなんですよね。スタールビーとかあるのが6畳にこう入る。たまたまうちで唯一多分まだ残っている前回の仕入れの中にあった黒っぽいペンダントトップ。あ、オプシディアン。オプシディアン、はい、オプシディアンペンダントトップっていうのがあるんですけど、あれもライトを当てるとすっごい虹色に光るんですよね。レインボーオプシディアンって言いまして、レインボーオプシディアン、はい、はい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 、とっても美しく光るんですよね。だけどやっぱり知らないね。知らないよね。どうしてもうちもネット販売なんで写真を撮ってそれを載せてるんですけど、写真では映りにくいんですよね。そうですね、強い光当てないとやっぱりなかなか太陽の下だったり。ライトはどういう風に売ってるんですか、ネットとかで。ライトは僕中国行った時に買ってきたんですけど。あ、はい、じゃあそういうライトで照らしながら石を見るのが本来は。そうです、向こうの石屋さんだと照明とかにすごい凝ってて、何種類もこう光つけてて、もう見る石によって台紙もいろいろ変えて、ライトもみんなポチポチ変えて、そうやって見るようにしてる。なるほど、はい、でしかもすごいのがね、これはルチルクォーツを枕目編みって言って、なんか今流行りですよね、枕目。そうですね、はい。なんとこれまでご自身で作ってらっしゃるんですよね。そうなんですよ、見かけによらず。見かけによらずね。そうなんですよ。こうやって女の人がやるやつじゃないんだって思っちゃった。なんか私なんかは手先がとても不器用で、こんなの見てもやる気も湧かないというか、いや作ろうと思わない、そもそも。そのぐらいすごく細かくね編んであるんですよね。だってこれ石の周りから編むわけですよね。そうですね、ボンドも使わずに編むんですけど。そうなんですか。はい、そうなんですよ。すごいよね。ほら見て、このいやこれボンド使ってないの？使ってないんですよ。紐で編んで焼いて。あ、焼いて止めるんだ。ちゃんとほら調節もできるようになってるから。私今日ちょっとこの後会議なんでこういう格好なのでね、ちょっとこう短くしてるんですけど、洋服によってはね長くしても。そうですね、これもすぐ長く。ほら可愛いよね、おしゃれ。そして石の質が何しろね、ほら綺麗でしょ。やっぱり見た時にこれだって。そうですね、やっぱいいなと思ったのから選んでます。ね、職人の域だから本当にちょっとマニアックな世界なんですけど、じゃちょっと質問がいくつかあってですね、はい、例えば、はい、石を買う時に選び方っていうのかな、そういうのって本当に人によって選び方違って、うん、もう何回もこう向こうで会う友達とかもいるんですけど、やっぱり同じところからこう選んでももう全く違う、その人によってもう選ぶものって全く違ってて。あ、なるほどなるほど、はい、おそらく好みもかなりあると思うんですけど、はい、この例えばこのほらラブラドライトなんていう石だと、はい、割と定番であちこちにあるじゃないですか。そうですね、色も様々なんですよ ね、 そうですね、黒っぽいのから、はい、こういうふうにちょっと輝いてるのから、はい、これいいとか悪いとかあるんですか？別に好みの問題なわけ？値段も
多分青いのは高かったりとか、今紫色が中国人の爆買いによって値段がなってたりとか。あ、なんか噂によるとこれから石がだいぶちょっと入手困難というかだいぶ高くなるらしいですよね。そうですね、最近インドの友達というか仕入れてるところと電話したら、もう値段どんどん上がってて今大変だって言って話はしてましたんで。じゃあちょっと日本にも時期来るでしょうね。そうですね、まあ、シルバー自体の価格も上がってますし、うん、人件費ももちろん当然上がってきますし、うん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 、じゃあこういうのをちょっと買って楽しむのはもしかしたらちょっとこの値段はラストチャンスぐらいですかね。そうですね、次回からはもう高くなるともう完全に言われてるんで、はい、じゃあもう次インドに渡るときはそうですね、どのぐらい上がるんだろう、それ心配じゃない、どのぐらい。話聞いたとこによると今のとこ現時点でもう 1.7 倍ぐらいですかね。すごいね。そうなんです、もうシルバー自体がかなり上がってるんで。それはあれですか、戦争のせい、それともコロナのせい。戦争もあるし、シルバー価格が上がったり下がったりするっていうのはいろいろ、まあそういう関係もあるとは思うんですけど、あと人件費がやっぱり食べ物の値段が倍近くに今はなってる。そうだよね、今だって日本はまだ今んとこ来てないけど、オーストリアだっけな、キャベツ1個2000円っつって、うん、キャベツ2000円だったらキャベツ食べないよね1個2000円、すごいですね、うん、でほらもともとね日本って収入がね30年間デフレで収入が上がってないけど、うん、予想はね上がってるから、そうです、ね、他の値段は海外の方がそもそも高いんだけど、にしてもさね、高いですね。だ海外から仕入れて日本で販売しているわけなので、はい、日本人の人にとってはちょっと痛いですよね。そうですね、また円安もあるんでね。そうよね、そっか、じゃあいい時に私たちは仕入れさせてもらってだってうちから渡るお客さんもねまだ今のところだったら、ね、お安いわけだから。次の回ではですね、枕目編みのちょっとやっていただくこと、実演、はいこれ努力すれば自分でもできるもんですか。そうですね、僕は誰からも習ってないんで。え、そうなの。はい、やっぱねマニアックですよね、石の解説といいなんかマニアック。そうですか、マニアックマニアックちょっと後でその枕目編みをちょこっと教えてもらいながら、例えばなんかこの石だったらさっきのね、はい、石の特徴みたいなのもちょっと合わせて伺いたいと思います。はい、はい、というわけで次も絶対見逃さないで。枕目編みってこんな大変だって知らなかったんですけど、じゃあ1個できるのに2時間近く、はい、これってさ偽物いっぱい出てますよね。偽物もありますね、はい、綺麗だよね。そうですね、削り方によって空気の層が、うん、なんかね本当に美しいの全部が。インドでは有名な神様ですかね。そうですね、かなり有名です ね、 ね、商売の神様、特別な神様のシリーズもぜひぜひ要チェックをください。